皆さんこんにちは、ようこです。先週は撮影班がシャンティ競馬場に行ってきましたが、一方の日本競馬は今週から東京競馬場と京都競馬場へと競馬場が変わります。今回は10日月曜日に京都競馬場で行われます伝統の長距離で争う重賞 G2 第51回京都大賞典の予想です。今回も過去10年のデータから気になる馬を探していきましょう。勝ち馬は4歳馬か5歳馬に集中しており、3着以内に来る確率も優れています。また前走が宝塚記念や天皇賞春など間隔が空いたとしても勝てる馬もいて、前年のエリザベス女王杯から参戦して勝ってしまうスイープ闘賞の例もありました。そしてびっくりしたのは、逃げた馬は人気がなかったとはいえ、なんと全滅。毎日王冠とは打って変わって、前にいたとしてもよっぽど足が残ってないと捕まってしまうケースが多数のようです。馬券の傾向ですが、1番人気は2勝して2着2回3着1回とぼちぼち、2番人気も同じような感じです。頑張っているのは5番人気から7番人気で、1着は厳しいですけれど、2、3着には結構絡んでおり、10年中8年も馬券に来るなど時々波乱を演出しています。一方2桁人気は10年でわずか1頭、30年に範囲を広げてもわずか2頭しか馬券に絡んでおらず、かなり厳しい状況が続いています。続いては一押しの馬をピックアップ。データからの一押しはダントツの人気になるでしょう、キタサンブラックです。ダービー以外は全て馬券圏内というこの馬、最終追い切りも抑え気味なのにいいタイムを叩き出して、秋の G1 に向けて万全の準備ができていそうです。京都競馬場は2戦して2勝、それもどちらも G1 という立派なデータがどんどん出てくる頼もしい一頭です。そして私の一押しは5番人気くらいが想定されているこの馬、アドマイアテウスに期待してみたいと思います。京都コースの長距離戦は他の競馬場よりも得意にしており、負けたとしてもそこまで差のない競馬をしています。 G1 では期待に応えていない状況ですが、 G2 以下になると十分勝負になりそう。調教もサウンズオブアーツに遜色のない手応えとタイムを出しており、前が潰れれば十分にチャンスがやってくるのではないでしょうか。期待も込めて評価をしたいと思います。それでは開幕です。頭数が少なくて荒れにくいのでここは我慢したいところですが、こういう時こそ絞った三連単の練習ですね。軸はしっかりしていますので、あとは調教の良かった馬たちを中心に流していこうと思います。キタサンブラックを1着に固定したい気持ちもありますが、この開幕ならなんとかプラスになるでしょうか。オッズとにらめっこするのはあまり好きではないですけれど、このレースは注目しないといけませんね。来週は京都競馬場で秋華賞があります。勢力図が大きく変わってしまいましたが、しっかりと予想したいと思います。それでは来週につながるよう皆様の馬券が当たりますように。チャンネル登録やコメントで応援をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。